よし、台車に乗って出かけるか。ん？開かない。開かない。なんだこれ。ん？あ、違う違う。これ、アルファードの鍵だった。どうも皆さん。どうもこんにちは。石井です。今日はね、実際、これアルファードの鍵なんですけど、こいつの電池がね、弱くなってるだよね。うん。あさ、ずっとポケットに入れて温めておくとさ、いいんだけど、ポイってこう、この辺にポイってさ、やっとくとさ、こう、冷たーくなってさ、うん。ね、こう、開けようと思ってもさ、開かないんだよね。ちょっとこうやってやると、温めると開くようになる。だから多分電池が弱いんじゃないかなと。今はね、多分ね、ランプ見える？見えないね。こうランプこう光るからこうやってね、多分いいと思うんだけどね、これが光らないくなっちゃうんだよ。ということで、さあ今日のお題、じゃじゃん、100均のボタン電池がどれぐらい持つか。じゃあこれを取った日が、今日が19日、うん、19日だとしよう。じゃあこの動画からね、どれぐらい持つんだろう、まあ物にもよるんだろうけど、まずこれダイソーさんで買ったね、ダイソーさんって言っていいのかな、これ100均で買った、これ1616ってタイプ、 CR1616 ってタイプのボタン電池ですね。うん、100円。多分ああいう何そういうところやってくると500円ぐらい取るの、取り替え工賃とか含めて500円とか1000円とか取るのかな、わかんないですけど、多分部品屋さんだともっと高いのかな、普通の正規品、ん、えコンビニとかで売ってるやつが300円ぐらいなの。まあこれをね、早速じゃあ取り替えてみたいと、これに取り替えてみたいと思います。であとどれぐらい持つか、ここから測って、切れた時にまた動画作ります。では、VTR スタート。はい、じゃあまずはですね、まあこれはね、鍵、はい、鍵、あ、これね、鍵からの、はい、電池これ取りにくいな、はい、電池ね。でもう一個、精密ドライバーです。めっちゃアップなんだけどさ、でこれをね、裏返すとここにネジがついてます。でこれをね、これさ、カメラ越しだからさ、できるかな。ちょっと待ってよ、よいしょ、クリクリクリっと、クリクリクリってやってですね、うん、取りましょう。はい、取りました。で、これはなくさないようにね。で、そうすると、こうね、パカって開くんだけど、ちょっと待ってよ。やりにくいな。これやりにくい。よいしょ。アクセン駆動。よし、パカッと開きます。よし。はい、中だね、これがね。基板ですね。これが、そのキリスの元となるもんですね。ここにそのなんだろう、車によっちゃこのなんつうの、イモビライザーやらなんじゃらやかんじゃらやらってついてるんだろうけど、よいしょ、これをまずじゃあ取りまーす。はい、でこれね、ここなんだけど、この中に電池が入ってます。この中に。で、このネジ2本をね、外します。うん、外すんだったかな？どうだったかな？
確か外すはず。外すはず。やりにくいんだよ。ちょっと待ってね。ここだけちょっと、走らせて。ちょっと待って。よし。よし。ここは、クイックリッと、さっきのネジにね、ネジを2本こう、入れましょう。はい。はい。ここはね、はい、1個目。2個目、あれ ?2 個目映ってない。2個目、はい。で、そうするとですね、ここ、はい。ポカッと外すと、あら不思議。電池が見える。同じじゃねえよ、これ。電池同じじゃねえよ、もしかしたら。まあ、で、こんな感じで入ってます。で、この電池を、ですね、スコンと抜くんです。いきまーす。スコンと。はい。いきました。これ古い電池。はい、古い電池ね。で、こやつ。こやつをね、じゃあ、パカッと開けます。よし。そして、あとは、簡単。戻すだけ。戻すだけです。はい。ね。あと、蓋閉めて。蓋閉めて。蓋閉めて。あとは、このネジをね、閉めてあって、元通りにすれば、OK と、いうことになります。はい。ということで、無事、無事帰れました。じゃあこの動画からどれぐらい待つんだろうね。100均で買った電池って結構持つのかな。まあ手順としては簡単ですね。1個外して中のやつをててって外すだけ。あとはツツツツツってやれば簡単なで、丸にあのトイレほらトヨタってこういうやつとかいろいろあるけどさ、今こう手元にこれしかないんだけど、こいつはここでまたさ、こうやってわかる？こうやってやるとさ、キーが外れるじゃんね。ねえ、こうやってやってさ、こうやってやるだけでさ、外れるんだよ、こうやって。もう一回見たい？簡単だから。まず、外すでしょ。ここにね、こういうのがあってね、ここをロックをね、解除してね、こうやって外してね、で、ここにね、切り鍵が、見える？見えないね。はい、切り鍵があるんですよ。で、それを、この鍵で、クイッてやってやると、ね、取れるんですよ。んで、あとは、ポチポチって、もちもちってやれば、ほら、電池が見える。これほんとドライバーとかいらな。超簡単タイプ。まあ、多分これは皆さんでもできると思います。ただ、基板が割れたとか、壊れたっていうのに対してのクレームは一切受け付けないので、自己責任でお願いします。こんな動画でよかったのかな。まあ最近、あんまりないので。はい。ぼちぼち、作業の方、作業動画、出していくか。何がいいかな。また考えてきます。では、皆さん、これは良い週末になるんだろうな。良い週末を。そして、じゃんじゃん動画見てください。じゃあ、俺もじゃんじゃん出すんで、じゃんじゃん動画見てください。チャンネル登録もよろしくね。よろしくよ。初めての方は。ということで、以上。キーレスの電池を変えてみて、100均の電池がどんだけ持つかっていう動画でした。それでは皆さん、さよなら。